こんにちは、コスケです。先日日本で一番東のモスバーガーに行ったじゃないですか。なかなか楽しい車中泊だったので、今回は日本で一番東にあるマクドナルドに行ってみようかなと思っています。で、日本最東端のマックがどこにあるのか調べたんですよね。一番東の店舗はここですね。この店舗になります。北海道士別郡中士別町にあるマクドナルド、これが日本で一番東のマクドナルドですよね。一番東側にあります。というわけで、明日マックを食べにこの日本最東端マクドナルドに向かってみようと思います。さあ、朝になりました。出発いたしましょうか。まだちょっと雪残ってますが、日本で一番東のマックに向かいたいと思います。今、新千歳空港近くの公園に移動したんですが、ここから日本最東端、日本で一番東のマクドナルドまでだいたい距離は400キロぐらいとなっています。結構ありますね。晩ご飯にはゆっくり行っても間に合うんじゃないかなと思います。それでは行きましょうか。いやー、でも今日雲一つない快晴ですね。めちゃくちゃ気持ちいい天候でございます。北海道中だいたいどこもこんな天気だと思うので、ドライブ楽しめそうですよね。でも一番東のマクドナルドが中標津ってちょっと意外ですよね。根室とかにもありそうなんですが、ポツンと1個だけ東側にあるんですよね。さあ、とうとう十勝に入りました。天気いいね。帯広周辺、一昨日かな、雪が降ったので、ちょっと雪残ってますよね。この十勝清水からは下を走っていきましょうか。さあ、釧路に入りましたよ。中標津のマックまではあと110キロ、2時間ぐらいだと思います。もう少しですね。お腹すいた。お、ついに来ましたよ。ここから中標津町です。日本で一番東にあるマクドナルドがある中標津でございます。もうこの辺は牧場だらけですよね。多分チーズが美味しいですよ。マックに挟んで食べようかな。もう日本で一番東のマクドナルドまで 1.5 キロぐらいなんですが、なんかマクドナルドありそうな雰囲気じゃないよね。どこにあるんだろう。あったマクドナルドの看板がある。この右手にあるのがそうですよね。おー、花丸もあるんだね。ついに来た、日本で一番東にあるマクドナルドでございます。ピザハットとケンタッキーも入ってますね。この東武っていうスーパーかな、この中にあるみたいだね。じゃあ買ってきましょうか。来ましたよ、ついに。家を出てから約7時間、日本で一番東のマクドナルドが入っている東武というスーパーでしょうかね。マックの看板ありますね。お、すごいね。マクドナルド、ケンタッキー、ピザハット、サーティワンもある。ここだね、日本で一番東のマクドナルド。じゃあ買っていきましょうか。瀬戸内ベーコンてりたまを買ってしまいました。今限定ですね。それとお腹空いているのでビッグマック。
今日ハンバーガー2ついただきたいと思います。さあ買ってまいりましたよ。かなりお腹空いてるので場所移動して食べたいと思います。ここから海洋台が近いので海洋台に行って食べましょうか。15分ぐらいで着くと思います。では行きましょう。いやでも意外と海洋台が近いね。あ、ちなみにここピザハットケンタッキーの他にドトールとかミスドなんかも入ってましたね。なのでだいたいファストフード何でも食べれるっていう感じの場所でございました。それでは一気に海洋台に向かいましょう。お腹すいたね。おお、今日天気いいから山が綺麗に見えますね。気持ちいい。海洋台入り口はあと 100m です。さあここを登って海洋台に行きましょうか。おお、いいね。さあ海洋台到着でございます。これは気持ちいいですね。端っこに車止めようかな。この仙台地を眺めながらマクドナルドいただきましょうか。よし、さあそれじゃあこの仙台地を眺めながらハンバーガーいただきましょうか。じゃあ限定のベーコンテリー玉からいきましょう。卵不足の中、てりたまはなかなか豪華ですね。じゃあいただきます。うん、うまい。ちょっとレモン風味で酸味のあるてりたまバーガーっていう感じでしょうかね。でビッグマックにはこの地元のチーズを挟んで食べたいんだよね。追いチーズして食べようかなと思ってます。これで食べましょうか。じゃあいただきましょう。うん、おいしい。すごいチーズが濃厚で美味しいね。パンちゃんも僕も食べられるおやつを持ってきていて、これリンゴを乾燥させたおやつなんですよね。なので僕も食べることができて、パンちゃんも食べられると。パンちゃんポテトは食べれないよ。よいしょ。だんだん日が落ちてきましたね。僕この海洋台で日が沈むところを見たことがないので、今日ちょっとここで夕日でも見ていきましょうか。そろそろ太陽も落ちそうですね。では展望台行ってみましょうか。結構雪残ってるから上に上がるの大変そうだね。おお、夕方ここに来たの初めてだけど綺麗だね。あ、ここ星も綺麗に見えるんじゃないかな。もうお腹も満腹で今日は大満足ですね。気持ちいいね。夕日に照らされるムサダケもなかなか
綺麗なんじゃないでしょうか。さあ、それではここで太陽が落ちるまで少し待ちましょうか。あ、ちなみにこの下なんですが、キャンプ場になってるんだよね。ただ駐車場からここまで歩いてこなきゃダメで、車でこのエリアまで行くことはできないです、残念ながら。さすがにテント担いでここまで歩くのは大変そうですが、一応ここ無料のキャンプ場になってます。それじゃあこの辺で太陽が山に沈むまで待ちましょうか。今太陽は雲に隠れてますが、また顔出してくれそうですよね。太陽が雲の向こうに隠れてしまいましたね。ちょうど西側だけ雲が厚くなっています。でも海洋台から見る夕日も綺麗だね。せっかくなんでもう少しここで赤く染まった空を見ていきましょうか。あ、屋上展望台とテントサイトは通年開放していますってことなので、あの裏のキャンプ場年中使えるんだね。知らなかった。冬も大丈夫みたいですね。さあ、もう暗くなってしまうので移動いたしましょうか。この後なんですが、明日摩周湖から朝日見ようかな。なので摩周温泉に行って車中泊して明日早朝移動しましょうか。それでは参りましょう。このままここで車中泊してもよかったけどね、裏キャンプ場なのでしてもよかったんですが、明日摩周湖から朝日を見たいので移動いたしましょう。さあ、それでは車中泊の準備して今日は早めに寝ましょうか。明日日の出5時ぐらいだと思うので、その時間には摩周展望台に行きたいんですよね。摩周第一展望台と第三展望台は摩周湖の西側にある展望台なので、東側から昇る朝日を見ることができるんじゃないかなと思ってます。では少しゆっくりしたら寝る準備いたしましょうか。では寝る準備整いました。これパンちゃんのお尻ですね。それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今朝の3時半、3時半ですね。出発の準備いたしましょうか。布団を片付けて摩周湖の第三展望台あたりを目指してみたいなと思います。今回は摩周第三展望台目指して行ってみましょうか。あ、外マイナス6度だねもう4月になりますが、かなり寒い状況でございます。思ったより冷えましたね。あれ、摩周第一展望台から上はもしかすると冬季通行止めかもしれないね。まあ、ちょっと行ってみましょうか。おお、怖い。目が光ってたよ今。鹿ですね。
ここ曲がると第一展望台があって、でやっぱり第三展望台までの道は冬季通行止めですね。なのでここまでということになります。この先は多分行けないんじゃないかな。あ、そうだね、やっぱり行けませんね、通行止めです。なのでこの第一展望台で朝日見てみたいと思います。さあ、それではマシュコ行きましょうか。おお、すごい。霧のマシュコ、今日は霧は出ておりませんね。朝来たの初めてだけど綺麗だね。それじゃあ多分こっちから太陽は出てくると思うので、太陽昇るまで1時間ぐらい寒いけどね、少し待ってましょうか。いや、しかし朝のマシュコも綺麗ですね。昼には見られない幻想的な景色でございます。もう日の出の時間はとっくに過ぎてるんですが、ここを見ても分かるように東はちょうど山があるんだよね。なのでおそらく太陽はあの山の向こう側にあるんじゃないかなと思います。おお、太陽が出てきたね。あっちから出てきましたよ。思ったよりも太陽は南側かな、南側から出てきましたね。もうちょっと暖かくなると、まあ、春になっていくと、まあ、こっちの山の方から太陽が出てくるようになるんじゃないかなと思います。それでは今回の日本で一番東のマクドナルドに行く車中泊旅、これで終了となります。マシューコの朝日を見て終わりにいたしましょう。それではまた次回の動画をお楽しみに。